細川護熙元首相は2日、毎日新聞のインタビューで小池百合子東京都知事が代表を務める希望の党について、安倍政権を倒す倒幕が始まるのかと思っていたら、応仁の乱みたいにぐちゃぐちゃになってきた。政権交代までいかなくとも、せめて自民党を大敗させて、安倍晋三首相の党総裁参戦阻止までは行ってもらわないと、と語った。小池氏が衆院選に立候補する可能性は、おそらくないだろうとも述べた。小池氏は、日本新党結党以来、折に触れ、細川氏からアドバイスを受けてきた。希望の党の公認をめぐり、リベラル勢力や首相経験者を選別することに、党首として小池氏を手助けしたいと考えてきたが、排除の論理を振り回し、戸惑っている。公認するのに踏み絵を踏ませるというのは、なんとも小賢しいやり方で、寛容な保守の看板が泣くと強く批判した。同じく、日本新党出身の前原誠司民進党代表については、なお捨て実を取ると言ったが、状況を見ていると、名も実も魂も取られてしまうのではないかと心配になると述べた。さらに、自身が日本新党を結成したことを振り返り、政権交代という大目標に立ち向かうときは、怒涛のように攻め立てなければ成功しないと、候補者擁立などで混迷する小池の乱に苦言を呈した。ただ、首相を目指すのであれば、保守やリベラルにこだわらず、器量の大きい人でいてもらいたいと、門下生への思いやりもにじませた。鈴木拓馬。